チケムリ・タカダのババ、チケムリ・タカダのババ、チケムリ・タカダのババは、1937年、昭和12年製作、公開、牧野正弘監督による日本の中編劇映画である。第二次世界大戦後の1952年、昭和27年、51分に短縮され、ケット・タカダのババ、ケット・ウ・タカダのババとして、再公開された。舞台は元禄七年春。 江戸、八丁堀。長屋の住人、中山安兵衛、坂東つま郎は、いつでも飲んだくれ、喧嘩に明け暮れる毎日である。腕が滅法強く、長屋では、先生と呼ばれて、人気者である。安兵衛の苦手とする者は、牛込の住人、菅野六郎左衛門、香川良介という叔父である。村上正左衛門、小野花武との剣道におけるトラブルから、江戸郊外、 と塚村の高田の馬場で、おじは果たし合いをすることになってしまう。おじはそのことを告げに、天外二人きりの肉親であるヤスベイの長屋の部屋で、待つ。ヤスベイは、仲間と飲んだくれ、喧嘩をしては飲み、他人の喧嘩に割り込んでは飲み、夜が明けてしまう。果たし合いの国言が迫り、おじはヤスベイに書き置きを残し、長屋を去る。そのただならぬ様子に驚く、長屋の者たち。 しばらくして帰ってきた安兵衛は、長屋の者たちに書き置きを読むように言われるが、乗り気がしない。それでもなお長屋の者たちが家に入り込んでまで、読めと進めるのでいやいや読み始める。読み進めるにつれて、様子ただならなかったというおじの事情をすべて知るに至り、二日酔いで疲れ果てた体を奮い立たせ、高田の馬場めがけて全速力で走り出す。安兵が高田の馬場に到着すると、 村上兄弟とその一味の中津川幸則、瀬川道三郎らの大勢に、無勢で戦ったおじは、すでに瀕死である。自らへの開墾と、村上らの卑怯さに怒り狂った安兵衛は、踊るように跳ねるように切って切って切りまくる。十八人斬りの末におじに駆け寄ればすでにおじに息は、ない。果たし合いの野人馬たちは、安兵衛の快挙に湧き上がるが、立ち尽くす安兵衛の胸には、開魂と、 空虚さが残った。1937年、昭和12年4月に牧野東器製作所を解散し、久香織部の書いた、吉川英治原作の、恋山彦の脚本を携えて、同じ京都、渦政の日活京都撮影所に入社し、恋山彦前編、後編を含めて7本目の監督作品が本作である。主演の坂東つまさぶろうも、自らの制作会社、 バンドをつまさぶろプロダクションを閉じ、同年に、同撮影所に入社し、牧野の監督した、小山彦前編、後編に主演、巨匠、池田富康監督、山本義和主演の、水戸公門開国記での佐々木助三郎を役、牧野正弘監督の、国佐田忠春、稲垣博監督の、飛留の剣での主演を経て、日活入社後初の正月作品であった。原作、 脚本にクレジットされている、牧藤さんは、牧野自身の筆明である。1694年3月6日、旧暦元禄7年2月11日に実際に起きた、中山安兵衛、後の堀部武恒、四47死の一人の、高田の馬場の血統の故事と逸話をベースに、牧野が書き下ろした。八丁堀。 現在の東京都中央区八丁堀から高田の馬場、現在の同新宿区西和瀬田三丁目までの安兵衛の打点橋りを表現したモンタージュ技法が有名である。主人公の中山安兵衛の事件当時の年齢は万24歳。本作では血を分けた叔父という設定になっている。菅野六郎座衛門は弱い40を過ぎとのことであったが、本作公開時点での坂東つまさぶろうの 人年齢は満三十六歳、香川良介は満四十一歳であり、五歳しか違わなかった。長屋で安部との絡みの多い大工の熊孝を演じた市川桃之介、公開当時三十一歳は、十代の頃に帝国記念マ演芸、三角記念でデビュー、その後、市川桃之介プロダクション、都ドプロを設立したほどの剣劇映画のスター俳優であり、その妻、 おさを演じた、原小真子、公開当時27歳も、小畜下科も撮影所出身でその後、桃の助同様に三角綺麗で活躍した、スター女優であったが、本作撮影時には、ラ・カド・コウザブローとは離婚していた。本作で描かれる物語の終わった後で、安兵衛が養子入りすることになる堀部家の当主、堀部弥兵を演じる、藤川三之助は、 日活向島撮影所以来の日活俳優、藤川三之助とは異なる人物で、公開当時は、万48歳であった。監督の牧野同様、牧野東急製作所の解散を受けて、一緒に日活に移籍した、原小牧、男と熊野、原的役、公開当時万35歳、志村隆史、楽楽、ティン役、公開当時万32歳、大倉千代子、おみお役、 公開当時ま二22歳、葉山富之助、カッパの冠名門役、公開当時48歳らが、いずれも主役のバンドに大きく絡む役を得ている。タイトルになった主題である、高田の馬場の決闘の、剣撃シーンのため、撮影前日、牧野は、バンドを妻三つまを、宮川町のホールに連れて行き、ジャズのレコードをかけて、ダンスを踊り、翌日の本番では、 ジャズのノリで撮影をしたという。本作の全撮影日数は7日であった。本作は、同年12月31日に、大阪千日前の時技を筆頭に、正月工業作品として公開された。秋野は全く同日に、東京浅サクサロックの富士館を筆頭にした、正月工業のために、片岡智恵蔵主演のもう一本のスター作品、地雷なり、同時上映は、 清瀬英二郎監督の短編、愛国更新曲を完成させていた。本作と地雷なり二作合わせての制作期間は二十日間未満であり、この同時公開によって、早鳥監督とされることを恐れ、牧野は同じ撮影所の同僚である稲垣博の名を借りて、共同監督名義とした。したがって、本作は、実際には牧野が単独で演出した作品であり、 この件に関しては、薪のサイドだけではなく、稲垣サイドもそう証言している。稲垣は、本作公開の次々週、1938年、昭和13年1月14日公開の番組であった、無法者銀平を、片岡千恵蔵主演で撮影していた。1952年、昭和27年、51分の短縮版、血統高田の馬場として、 再公開された時には、映画倫理規定管理委員会、旧映林、百四十九年発足による審査が行われており、映林番号は s 百八十五、s は短編を示すであった。当時の日活は、戦前所有していた、撮影所が九百四十二年、昭和十七年の戦時統合以降すべて、大映のものとなっており、営業部門、配給、 工業のみで、調布の日活撮影所はまだ開業しておらず、同年は、新作を制作、公開することができなかった。1985年、昭和60年5月31日同年6月9日、第1回東京国際映画祭協賛イベントとして、開催された第8回ピアフィルムフェスティバルで行われた、牧野正宏レトロスペクティブで、 51分尺の戦後、短縮版が上映されている。2008年、平成20年8月27日同年9月6日、イタリア・ベネツィアで開催された第65回、ベネツィア国際映画祭のコンペティション外、イベント部門で、チケムリ・タカダノ・ババ、チケムリ・タカダノ・ババの代で、同様の版が上映された。2011年、 平成23年11月20日同年同月27日、第34回なんと3大陸映画祭での日活特集では、デュール高野馬場、血統高田の馬場の台で同様の番が上映された。2012年、平成24年11月現在、東京国立近代美術館フィルムセンターは44分尺の1 6ト、mm、ルフィルムによる上映用プリントを2種。 50分尺の 35mm フィルムによる上映用プリントを一種、20分尺の 35mm フィルムによる音声トラックのないプリントを一種所蔵している。通常、同センターが上映に使用するプリントは、50分尺、51分尺ものであり、チケムリ高田のババではなく、血統高田のババのカットタイトルが冒頭に入っている戦後短縮版である。ビデオグラムについては、 1983年、昭和58年及び1995年、平成7年に VHS セルデオが発売されたのみであり、DVD あるいはアブルー、レイディスクでの発売は行われていない。必殺シリーズ第3作、タスケ人走る、第2話、あだウ大殺人の冒頭に、本作の18人切りのシーンが挿入されている。なお、 同作の主役が田村隆弘であることから、それを踏まえて暗示したセリフがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。